こんばんは。今週の土曜日、昨日ですね、に、まちゃんと、魔除け展という、展示、行ってきました。で、そのお話を今日はしようかなと思います。魔除け展っていうのは、どこにあったかっていうと、新宿の文化学園服飾博物館っていうところでやってました。で、これをね、本をまちゃんがね、図書館で借りてたんやけど、まあ、この本に載ってるものが、いくつかね、全部じゃないんやけど、展示されてて、すごい迫力でした。で、最初ね、通りがかった時に、その前をね、道、甲州街道の大きな通り沿いにあるから、通りかかった時に、魔除け展って書いてあって、あ、これ絶対うちら好きやから、行くしかないやろって言って、楽しみにしてた展示だったので、行けてね、初日から行ってきたんですけど、すごく面白かったです。で、まあ、何が面白かったかっていうと、なんかね、まず入って服とかね、その装飾品とかがいっぱいこう飾ってあったんやけど、なんか、やっぱり、そのいろんな各国のね、身を守る女性とかね、やっぱね、子供、まあ、男性の服ももちろんあったんやけど、多かったのが女性とか子供がやっぱり、ね、弱い立場だと思うからと思うんやけど、身を守るために、服に鏡でね、こう、魔を避けるために鏡、ちっちゃな鏡がいっぱいついてたり、あとは硬貨、お金を、多分鏡の代わりだけど、いっぱいつけて、その光、反射する光で、魔を滅するというか、まあそういったものがついてる服が、まず一番最初入ったところにね、展示室のところに入ってて、で、わーって感じになってね。で、なんか、刺繍とか、なんかそういったものも魔除けになるみたいな感じで刺繍がしてあったり、あとは、背中側とかもね、こう服がこうかけてて、後ろに鏡があって背中側が見えたり、その鏡もなくて、後ろ側もこうくるっと回って見れて、後ろも見れたりするんやけど、その背中に、やっぱ背中にその邪視って言って、その横島な視線、その背中に邪視が来るから、それを跳ね返すために、その、なんか奇抜な模様を入れたり、その怖い柄を入れたりとかして、その悪いものを払うんだよね。邪視を。っていうのがあって。で、それで、まあ、その終わってからね、まっちゃんと喋ってて、で、まっちゃんの服って、まっちゃんの服にもね、背中側にね、なんか目のマークみたいなまっちゃん入れてんのよね、いつも。で、なんか、まあ、後ろ側っていうのを分かりやすいように入れてるっていうのもあるんだけど、でも、なんか、そのまちゃんが無意識に、そのなんか邪視から身を守るために、なんか入れてるんちゃうかみたいな話してね。で、それもすごい興味深くて。そう、手縫いというかね、そ手作りの服のう。そ後ろ側う。に、なんか、いつからか知らんけど、なんかマーク入れてんねやな。刺繍みたいなな、入れるようになってんな。だからそれも、なんか、まちゃんもなんか潜在的に、なんかその、なんて言えばいいのかな。その邪視から身を守るために入れる。だから人間が根源的に持ってる、なんか身を守りたいっていう気持ちの表れなんかなとかさ。なんかそういう話したりもしたよね。そう、自分で目を刺繍しようと思ってないんだけど、なんかしっくりくる形が目の形に見えるんだよね、なんか。後から見たら目なんだよね。そうそう、目の形になってる刺繍なんだよ。だから、みんな知ってるか、ナザールボンジとか言って、トルコのね、青い目玉の。青い目玉のなんか装飾品みたいなのあるけど、それも目だしね。だから、その目っていうのはやっぱり、なんかパワーがね、そこにあるんやろうね。で、なんか、あと目じゃないや。その刺繍っていうか、その模様とか光とかと、あと音やね。子供とか女性がつける腕輪とか足に首につけるやつにすごいジャラジャラしてんのよね。
で、ネックレスもすごいジャラジャラしてて、それで、やっぱ子供とか特に、その音が出るようにして鈴みたいなのがついてて、で、その子供に危険が迫ったらすぐわかるようにみたいな、とか、そういうアクセサリーもいっぱい置いてあった。うん。うん、あとは、なんか、中国とかだと、その虎が神聖、タイガーね、虎が神聖だから、虎をモチーフにした靴だったり、帽子だったりを子供に着させて、うん、その虎に守ってもらうみたいな、うん、なんかそういうのもあったり、あとどんなのがあったかな、アイヌの、アイヌの服とかは、アイヌの服だけじゃないんだけど、その首元とか、こういう、ここ?この袖口とかから、その裾とか、そう、裾とかから、この前の開口部というか、そう、こういうとこに開くところがあれば、ここ。だから、こういうとこから、魔物が入るみたいなね、うん、なんか、悪いものが入るから、こういうところに、その、模様が入ってんだよね、うん、その、魔を払うような。そう、結界の役割をしてるんだよな。そうそう。そういうものがあったりとか、そうで、場所によっては、うん、そのヨーロッパ系の服とかだと、うん、模様じゃなくてそのクシュクシュってなってたりするんだよね、うん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 、それはもう本当に構造的に入りにくくするみたいな、うんうん、あとはそうだな、あと赤い色がさ、あ、そう、赤だね、うん、赤色が守ってくれる色みたいな、うんうん、で、赤色をこういう風にこう、胸元とかにこう、結界になってたりとか、うん、あとは赤い宝石、うん、赤いその石をネックレスにしてるとか、うん、ただ、その中東とか、なんだっけ、砂漠のところの地域とかでは、水とか海とかがやっぱ大切だから、そういったイメージから、青い石が、トルコ石とか、キスラズミとか。そうそう、青い石が大切。なものとして、その守ってくれるものとして、青い石になったり、地域によって、ごめんなさい、差があったりして、もうそれもすごい面白かったです。なんかその、ジャラジャラするっていうところ、うん。手首とか足首にさ、うん。そういういっぱい鈴とかをつけてるっていうのは、うん、結構インドとかでよくあるやつなんだけど、うん。うん、私 の, そのブラジルに住んでた時のお友達がね、うん、インド舞踊、本当の伝統的なインド舞踊をやってる女の子がおって、うんうん、で、そのインド舞踊ではさ、手首にも足首にもすごいたくさん鈴をつけるんだよ、うん。で、それで足踏みをするような、うんうんうん、ダンスなのね、うん。で、それですごいその鈴の音がやっぱりダンスの中の特徴的な部分なんだけど、うん、なんかそれもある意味ではその私は伝統民謡としじゃ民芸としてなんていうの伝統舞踊、うんうん、として見てたけど、うん、でもそのもっとスピリチュアル的な面で考えたら、うん、やっぱり魔を払うためのさ、うんうんうん、そういう意味合いの儀式みたいな感じね、多分そういう場で、うん、昔は踊られてたものなんやろな、うんうんうん、だから日本でいう神楽というかさ、うん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 、やっぱほらなんかちょっと怖いことがあったりするとさ、柏で打つとかさ、うん、日本では、まあ、そういうのあるもん ね、じゃあ払うというかさ、うん、そういう手を叩いてね、そうそうそう、音出してね、なんか悪いものがさ、うん、去るというか、うん、あったりするやん、する、だからそれもなんかそれに近しい対処法というかね、うん、なのかなというか、うん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 、なんかインド舞踊のあの鈴も、うん、なんかこういう脈々としたさ、あの家族を守るとか、うん、ね、身を守るとか、うん、魔を払うとかそういうところから来てる、うん、なんかそういう意味のあるものだったんやなって思って、うんうん、そのただの舞台装置としてではなくてっていうのが印象的やったな私は、うん、とはやっぱりね、なんかいろんな国の
あの服がね、展示されてるんだけど、やっぱり形とかさ、なんか着物に似てない？まあ、原始的なものだから。みんななんか同じようなさ、形に見えてきてさ、うん、やっぱ着物っぽいなってすごい思ったよね。まあ、もちろん着物も展示されてたやん。うん、やけど、他の国のその伝統衣装というかさ、うん、民族衣装見ても、やっぱ着物っぽいなと思ってさ、うんうん、すごいそれが印象に残ったというか、なんかみんな結構似てるやんみたいな形とか、柄とかはさ、違えど、なんか大きな作りはみんな似てんなみたいな、うんうんうん、結構思った。まあ、服自体はね、うん、作り方ね、全く違うものもあるっちゃあるけど、うんうんうん、やっぱまあ袖があってな、うんうん、前身頃、後ろ身頃がありとかさ、うんうんうん、構造は似てくるのは分かるんやけど、うん、それぞれの特色は違えど、うん、なんかその開口部だよね、うん、にあの飾りを施すとか、うん、なんかそこに込める願いが一緒っていうのは、うんうん、やっぱその人間のさ、うん、もうなんて言うんだろう、本当に本能的に持つというか、普遍的に持つ、なんか身を守るための、そうやな、やっぱり帽子とかもさ、なんか頭を守るために帽子にさ、なんか魔除けのさ刺繍したりとかな、うん、なんかそういうの結構置いてあったやん、帽子も、うん、やっぱ頭大事やから守るっていうのはやっぱ万国共通というかさ、世界共通で、うん、そう思ってるってことやんな。あと光るもので、じゃあ鏡とかコインとか、そういうのをまあ服のね、うん、あの装飾に施してるっていうのがあった、うんうんうん、あった。なんか跳ね返すってことやん、うんうん、日本でもあるやん、そういうの、鏡をご神体にしてるような神社とか、鏡、しかも鏡のまあ言ったら飾りというか、そうそう、ネックレスに鏡が入ってたりさとか、服にも鏡を縫い付けてるとかっていうのもあるから、うんうん、あるある、なんか反射する、うん、返すっていう感じやな、うんうんうん、あの呪い返しじゃないけど、うんうんうん、それが面白かったね、うん、だってやっぱその女性とか子供のそういう魔除けのさやつがいっぱい飾られてたけど、うんうん、やっぱそれはなんか弱いものを守る的な意味合いもあるんだろうなと思って、うんうんうん、もちろん男性の身を守るためのものもいっぱいあったし、うんうん、あれなんやけど、うん、なんか印象に残ったというか、なんか複雑な心境になったのが、うん、あれどこのやつだったかな、ここ載ってる？載ってなかったんだよ、その本には。あ、そうなんや。ローブみたいなやつで、うん、腕の開口部が縫われてるさ服があったやん、うん、ああ、はい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 、女性のね、うん、女性が着るやつで、もう頭から被るやつね、そう、頭から被る、うん、なんか本当にヒジャブというかまではいかんけど、ヒジャブよりもなんていうんやっけ、あれもっと覆いかぶすやつ、うん、あんねん、うん、でもそれとはまたちょっと違うんだよね、うん、ああいう布切れじゃなくて本当になんか結構分厚かった、分厚めの、うん、でも前側にはなんていうの、開いてるやん、うん、着物みたいに前側開いてるんだけど、うんうん、でも腕は出すとこなかったよね、そう、腕は出すとこがなくて、で腕はそのここは腕を出す部分だなっていう飾りはあるんだけど、そこはね縫い合わされてるんだよね、うんうん、でそれはなんでかって言ったら、そこに書かれてたのは、腕を出す部分はその魔が入るところだから、うん、邪視を避けるために、うんうんうん、まあ、閉じてるって書いてあって、うん、でそれを見た時に私が思ったのが、うん、そのやっぱ女性の体を隠すことが魔を払うことというか、魔を寄せ付けないことっていうことやん、うんうん、でその魔って何かって言ったらさ、うん、まあ、言うたらさ、うん、ちょっと強引な男性とか、うん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 、無理やりそういうことがないように女性の体を隠してるってことやん。うんうんうん、だからそれって、女性の体がそれを引き寄せるんだっていうような、女性の体に対する、うん、なんか、多席的感覚というかさ、本来だったら、そういうことをする男性の理性を育てたり、うんうん、滅していかなきゃいけないところなんだけど、うんうん、手を出してるから
その。それが、だから誘惑の元になるっていう思考やん、多分。だから、そういう風に女性が 手すら出せない。うんうんうん、だって、あのローブみたいなの、顔のほんのちょっとしか出てなくて。出てなかった。うん。で、腕すら出せないっていうとこやん。うん。だからそういうところになんか、この歴史の変わらなさ、うん、というか、難しさみたいなのを覚えざるを得ないというか、うん、守る対象であるっていうことは、うん、その、いろんな危険性があって、うん、それがさ、邪視とか、うん、動物とか、気候とかいろいろあるけど、でもその中にやっぱり、他の人間からの暴力っていうのが、うん、大いに含まれてるんだなと思うんだよ、うんうんうん、でそれを避けるための行動として隠さないといけないというか、うん、その女性の体の在り方をやっぱり考えさせられるなというかっていうのは思った、うん、だからやっぱりその女性なんか、まあ、男性を守る服もいっぱいあったけど、やっぱり女性とか子供が多いなって思ったのも、やっぱりそんだけ襲われるからなんかなとかさ、うんうん、女性とかが。で、誰から襲われるんって言ったら、やっぱ男性がからだったりとか、なんかすごいさ、手首にすごいさ、トゲトゲのとかあったやん。うん、めっちゃトゲトゲのやつ。めっちゃトゲトゲのやつとかもあったやん。うん、あんなんさ、なんか、いやほんまに身を守るためなんやなって感じやん、うん、なんか遊びではないやん、ファッションではないなと思ってさ、うん、なんかあのなんていうのパンクロッカーのびっくりのスタッズみたいな、ね、そうスタッズというかもうほんまにあれつけてずっと生活してんのかいっていうか、そう絶対大変やろみたいな、うん、その当たるだけでもう周り大変やろみたいなやつもあったし、うん、だからなんかそういうやっぱ男女のなんていうのなんか力の差じゃないけどさ、なんかそういうのもやっぱその服に現れるとこもあるんかなとかさ、うんうん、そう民族衣装、民族衣装一言で、うん、なんかその国のアイデンティティだったりとか、うん、その地域の風土とか、うん、価値観みたいなのが見えてくるけど、うん、やっぱその一方でこういうなんかちょっと、うん、女性の体に対する、うん難しさというかさ、うんうんうん、っていうのが、うん、やっぱ昔から脈々と続いてるものなのだなというようなことを感じざるを得ない、うんうんうん、どんなところの民族衣装でもその飾りにはやっぱ意味があってさ、うん、その繁栄だったり身を守ることだったり、うんうんね、他者の自分にとって大事な誰か他の人の身の安全だったり、うんうん、なんか祈りなんだよね、うん、この家系が続いてほしいっていうような祈りが込められてたりとか、うんうん、この子が無事に育ってほしいとか、だから残念ながらやっぱそういう邪視というかさ、うん、で邪視って言ったら妬み嫉み、うんうんうん、ね憎しみとかさ、うん、そういう感情や人間が持ってる、うん、だからそれはもう今も昔も変わらず人間はそういう風に他の人のことを羨んだり、うん、そういうものから守ってるんだよね、うん、服もそうだからなんか今の服と何が違うやろなとかも考えてたんだけど、でも編み物とかってさ、うん、やっぱり祈りだったりさ、うん、その編む時にさいろんな思い入るわけやん、うん、だからそれも一種の、うん、なんていうかその守ってくれる衣装じゃないけど、うんうん、なんていうのなんかそういう意味合いもね編み物とかだったらあるのかなとか、うん、なんかで人にさプレゼントする服とかだったらさなんかその人の健康を祈って編むとかさ、うん、いろいろあるやん、うんうん、だからそういうところではやっぱり現代もなんていうの全くそのさ昔だけそれをやってたってわけじゃなくて、うん、今でもなんかそういう念を入れたりってことはできるっていうか逆に
あ、怖いねも入れられるってことやと思うけど、うん、だからあのなんていうの、手編みのものもらうのは重いっていう、そうそうそう、思う人が出てくるわけ、出てくるわけやん。マフラーとかいらんとかさ、うんうん、いろいろあるやん。っていうことやんな。うん、だから本来の服作りってそういうことなんやと思うね、うんうん、なんか今それを意識して服買ってる人はあんまりいないと思うけど、うんうんうん、でもなんかそういうところからなんか取り戻していくというか、うん、思い出していかないといけないことっていうのいっぱいあるなとは思う、うんうんうん、いやでも改めて思ったね、その服を作ったり服を着るって着てその身を守るっていうところのなんかそういう視点みたいな、うん、何の気なしに着てるけどやっぱり守られてるんだなとかさ、うんうん、いろんなものから、うん、もちろん寒さからも守られてるし、なんかそういうさ、なんていうの、これだったらまちゃんがさなんか愛情込めて作ってくれて、うん、なんかそういうまちゃんからの気持ちから気持ちで守られてるとかさ、うん、いろいろあるやん、うん、あったりするんかなとかいろいろ考えた、うん、そうだから魔除けっていうあれだったから、うん、私はもっとなんかこう装なんか装飾品的なものが多いと思ったり、うん、アクセサリーとか、うん、アクセサリーとかなんかそういうどうなんか飾り物みたいな、うん、でもやっぱりね文化、うん、あの文化学院のさ、うん、あれだから、うん、たまたま自分が借りてた民族衣装の本、うん、ね、これね、そう最近私民族衣装のことを結構いろいろ調べてて、うん、そう図書館でねいろいろ借りてるの、うん、これをたまたま借りててね、うん、でどんなもんがあるのかいろいろ調べてて、うん、でその魔除けのね、うん、ところに行ったら、うん、民族衣装の展示やったから、うん、マジかってなって、しかも自分が借りてる本に載ってるものが目の前にあって、これはすごいなって思ったんだよね。うんうんうん、なんかやっぱ巡り合わせてあるもんやなって思った、うん。あなたは今こういうこと考えなさいよ、こういうものを見なさいよってことなんやなって。うん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 、でもなんか久々に、なんていうの？ものすごい量のインプットというか、うん、なんかやっぱインスタとかも見たりさ、うんうんうん、あのかっこいい服とかさ、うんうんうん、なんかファッションデザイナーさんとかさ、うん、なんかやっぱほんまにたくさんのさ、うん、服のデザインをさ今の時代って目になんていうの見るというか、入ってくるってこと、視覚的なさ、うんうんうん、あのインプットとして見ることができるんだけど、うん、やっぱ現物、うん、だよね、しかも古いもの、うん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 、古い昔から作られてきたもの、うん、でおって思うようなことがやっぱ、うん、あるやん、うん、それを生で見れると見ると、うん、なんかやっぱなんだろうな、映像で見るのとはまた全然違う経験だったよ ね、うん、だってその家帰ってきて、あこの本借りてたんやってまっちゃんに聞いて、もう一回二人でさこの本見返してみたんやん。でもちろん載っててわーってなるけど、やっぱりその博物館の実物すごかったなって話になって、そうこの本を見てるだけでは、うん、その現物の持つそのオーラとかな、パワフルさというか、うん、そう本だけではやっぱ感じられへんわ、うん、やっぱ服が結界になってるし、うん、そういうことやなと思う。そういうことやわ、めっちゃエネルギーがある。服自体にエネルギーがある。うん、うん、だからそれを着るんやもんな、うん、人間が、そこに込められた思いが、うん、やっぱこの衣の形で表出してるというか、うん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 、なんていうの、ハンターハンターでいうところのさ、なんか、ね、天とか念とか、そういうとか、そういうのをまとってる、ね、能力がもう、服に溢れ出してるって感じやろな。うんうんうん、うん。と思うわ。うん。うん、なかなかニットとか、うん、その、お洋服好きな人は、まだ多分始まったばっかりの展示で、2月ちょっとくらいまでやってると思うから、うん、その新宿駅からもう歩いて数分で行けるところにあるし、うん、500円くらいだっけ、500円だったと思う、そう入館料500円とかで、うん、なんか結構ね盛りだくさんな民族衣装を見れるから、うん、ぜひ近い区で見れる人は見てほしい、うんうん、ぜひね、よかったら行ってみてね、うんうん、行ってよかった。もう一回見に行きたい、もう一回行きたいって言ってもな、もう一回見に行きたい、うん、期間中にもう一回見に行って、うん、
もう一回そのエネルギーを浴びて、うん、そうニットにそのニットデザインをする上でさ、私は結構民族衣装のさ、うん、エッセンスというか、うん、昔から作られてる服の形とか、うんうん、やっぱ気になるやん、うん、そういう価値観で民族衣装見てたけど、うん、なんかよりディープな見方ができるようになったなと思う、うん、今後も私はじゃあそういう魔除けのニットデザインをしていこうかな、うん、あいいねいいねそれいいね、でもある意味三角形とかさ、そう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 、三角形がいっぱい入ったね、魔除けの服とかもあったもんね、そう、なんか三角は槍とかね、うん、そう、特に袖口とか、うん、首元とかやっぱそういう三角形型のモチーフっていうのは闇がね魔をね、うん、滅する形らしいから、うんうん、ちょっと三角形にのねインター社結構無意識的にやっちゃうけど、うん、やってるからね、新しくね今デザインしてるゴースティっていうセーターも、うん、袖口はさ、うん、尖った三角形がね出るようになってるのよ、うんうんうん、デザインとして、うんうん、インター社をやっていくと、うん、ねで、うん、袖を縫い合わせると、うん、袖口が三角形になるから、うん、それも全くそういうこと考えてなかったけど、なんかやっぱ本能的にそういうものになってるのかなっていう、うんうんうん、そうだから身を守るお洋服だね、うん、これからもね ETM で ETM でというかなんて言えばいいの、糸だってそうやん、うん、糸だってそうやん、服もそうやけどさ、うんうん、元になるその糸でもなんか魔除けになる糸作りたいなぁ思った、そうやな、うん、そういうなんか邪を払う、うん、気持ちというかさ、そうそうそう、なんか滅みたいな気持ちで、うん、紡いでいきたいな、うん、あれやな、なんかお経を唱えながら紡いだりしたらいいのか、般若心経、般若心経を唱えながら、もしくはもうどこの宗教でもいいんだけどさ、うん、カトリックのお祈りの言葉とか、うん、いいかもね、うん、念を入れながら、うん、っていうね、結構スピリチュアルななんか気持ちにもなりつつ見れた、魔除け展でしたね、うんうん、いやすごい楽しかったんですっていうことをねお話ししたくて、今回ねビデオ回してなんかちょっとポッドキャストみたいにさ感じになっちゃったけど、そうやな、もうちょっとなんかさらっとやるつもりが、そうポッドキャストみたいになっちゃったけど、聞いてもらえたら嬉しいな、はい、ということで今回は魔除け展に行ってきて私たち2人が思ったこととか感じたことについてお話しさせていただきました、ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ今回はこの辺にしたいと思います。皆さんありがとうございました。じゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。